さあ、2週間ぶりに恋プロ実況をやっ。ムービーが始まっちゃった。まずムービーを堪能していきましょう。ここに来るべきじゃない。炭のように黒く、リンゴのように鮮やかな。茨の塔の外の世界が知りたいんだ。契約成立だ。バラが散る前に俺とのダンスが残っている。鏡よ鏡、君の願いは何？俺はお前のマントを赤く染めてしまうから。なんてね。闇夜の秘境イベントが始まったらしいっすよ。ちょっと血生臭くなかったか。大丈夫なのか。好きだよね、割と男よりも女の人の方がなんかこう出血表現みたいなの好きだよね、割とね。それはあまり女の人っていう風に一般化しない方がいいか。俺が前大学の時のサークルの部長さんがそんな感じだったな。血の表現がいいとかなんとかな、そういうもんだと思ったわ。なんか思わ急に始めてしまったんだが、急になんかストーリーが始まったんだけど、なんだこれは。彼がそばにいる今が最高の時間だ。誰のこと、まあ、全然いいんじゃないですか。なんなんこれ。わかんねえ、わかんねえ、わかんねえ、わかんねえ。説明不足すぎんか。急に動画を始めた俺が悪いんかもしれんけどさ。自分を作ってくれた謎の男性がまさか善だなんだ。全だったなんて、こうして考えると全 CEO も噂ほどの異国非常とは言うわけではないみたい。はい。記録をするを押すと、読まったと記録をするタップするページが飛びます。どこに記録をするがあるんだ？この画面の中に。どこにあるんだ？書き込むしかないが。何か書き込み、ほほ？これさ、キーボード使えんのか？あ、使えるわ。へえ。ワイも恋愛サーキュレーション聞きまくってるで。最後に2回だったかな。まあいいや。うん、なんなんこれ。これは一体何なの。むちゃくちゃや。ここにまた書き込むの。面白いな。面白いな。これプロ面白いな。なんか謎のギミックが面白いな。それどういう。で、はい、はい、はい。机の上変更。私のタブレットは開かない。何も置かない。あ、ランチョンマット。私の飲み物。ああ、
よく見りゃちょっとふわふわ変わってるの、後ろが。出しすぎ感が出てきたな。ここまで行くと出しすぎ感あるな。ランチョンマットもいらないんじゃない？なんなら。あ、でもこれは飲み物のためにいるか。ようできとる。恋プロはほんまにようできとるな。このアプリを楽しめてる人は幸せだと思う。制作者は結構ちゃんとゲーム作りしてますわ。嫌いじゃないよ、正直。嫌いじゃない。これなんなんこの謎の力の入りようは。濃い霧に包まれた森の奥、慌てたウサギが現れ、かすかに見える白いとかけていく。あなたは服の裾を託し上げ追いかけた。エロ血が、血が、血の表現がちょっと、血の表現がちょっと R18 指定ですわ。とりあえず一回回してみますか。一回無料か。力入ってんねー。ここに逃げた。アリスなの？アリスとは関係ないの？てっ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 てれれれれ。はい、10連回してみました。えい。おいで。ほう。まだスノーシーズンは早い気が。めっちゃ後ろの音が大きいな。もう一回してみるか。SR 当てたい。SSR 当てたい。なんか当たってない気がするな。基本さ、基本渋くない？基本渋いんではないのかな、かなと。基本恋プロの、おお、冬ですね。基本恋プロの、ガチャ渋いよな。沼ってるよな。はい。ということで、今回もあまり戦力増えずということでね。はい。2倍、心の視点が2倍になってる。まずは、携帯から見ていきますか。どこからの？はい。全秘密。心の扉を開けるのが難しいとき、難しくないときもある。そうでしょ？ん？お前に言った俺の母親のことは誰にも言わないでもらいたい。言ったっけ？言いましたっけ？あ、どれでもいいけど、どれでもいいけど何が違うんだろう。何が違うのか分からずにちょっと。安心して言わないからかな。あ、ちょっとなんかよそよそしかったかな。母が亡くなった時、俺はそばにいなかった。無駄だと分かっているが、俺はこうやって電話をかけている。こうすれば母が今もどっかにいるのに。マザコンなの？泣かないで。それは共感で分かるよ。誰も他人の本当に理解することなんてできないです。さっきのことは忘れてくれ。おっと、逆に難しいな。でもまあちょっと鎧を着てるんだね。はちょっと冷たすぎるかな。ありがとう。察し能力でなんとかなった。これなんでしょうね。キラ白銀の世界。天狼山。何これ。天狼山って何？雪と氷だけの世界だけど、すっごい絶景だよ。あ、さっきのガチャのあれ引いたから、それでこう、解放した感じなのかな。雪景色なんて、しばらく見てないよ。そうだね。雪の降らない冬なんて、冬じゃないよ。
なんかあんまり髪は噛み合ってない気がするんだけど。もうそれ以上言わないで。それ以上言わないで。これだからガキんちゃう嫌いだ。圧がやべえ。雪を持って帰ってくるの？ほう、どうすんだ？ほう、何か企んでるな。あれ一つ選んだらもう次行けないのか。あるやん、月見だもん。こういうのもあったりするのかな。ないね。じゃあまあ。いつもね、物語を進めていくとか言いながら進まっていってないんですが、まあちょっとカットします。さあ進めていきましょう。本編 5-16 です。朝の柔らかな日差しを顔に感じた。ぼんやりと目を開けると見慣れない天井が見えた。あれ？晴れ？目が覚めた。やべえ。やべえ。連れ込まれた。意識を失ってる間に部屋に連れ込まれてしまった。やべえ。ここは僕の部屋だから当然ここにいるさ。この人の声さ、なんか最近どこかで聞いたなって思ったら、鬼滅の刃の上限の1の声の人なんだね。いや別に多分どの人なんだねとか言わずもがなね、平川大輔って言ったら多分まあね、声優好きの腐女子の方からすや、てか普通に声優知ってる人からしたら分かると思うんだけど、このなんかこうねっとりした声よ。上限の1やんけ。楽しかったね。めちゃめちゃ映画の PV で声聞いてるよ。とても疲れていたのだろうね。その後君は座って花火を見ているうちに眠ってしまったんだ。そうか、そうなの。盛られてない？アイスティーに。僕はローマの。お待たせ。アイスティーしかないけど君をいいかな。さあ、その後覚えていないの？まるで何かの力で操られていたみたい。でもありえないよね。私は頭を振ってこの突飛な考えを追い払った。ご迷惑。とんでもない。貴重な思い出になったからね。怪しい。僕は寝ていないよ。マジかよ。どういう意味なの？独身男性の部屋で一夜を明かすなんて、ちょっとガードが弱すぎるのでは。君はベッドで死んだように眠り、僕はずっとデータの整理をしていた。何も起きてはいないよ。ほう、信じて、その言葉は信じていいんだな。何かを期待していた。少し口の端を上げた。口の歯を上げた。シモは私の顔を覗き込むように見た。シモの匂い。顔を近づけたシモに少しの間気を取られてしまい、慌てて首を横に振った。何もなかったならよかった。本当にサポートが必要な時は僕に連絡して。怪しいな。怪しいな。ええんか主人公ちゃん、そんなことで。もうちょっと自分の身をしっかり守った方がいいぞ。ええぞ。そう？私はベッドから降り、急いでシモンから離れて、では帰ります。あ、またね。まあ、こういうタイプのやつはな、多分何もしねえと思うわ。逆にキラーあたりはね、キラーあたりはちょっと怪しいと思う。こんな二人きりにすると一番ヤバそうなのはあいつだけどな。あの警察官のふわふわ先輩だけどな。あれと二人きりにしちゃいけない部屋で、あれが一番怪しい。私は鍵を探しながら電話会話を続けた。昨日一晩中電話したんですよ。どうして連絡一つよこさないんですか？外泊したんですよね。図星でしょ。イエス、合ってます。どこへ行ってたんですか？それはとにかく大変だったの。他に用がなければキリよ。最悪だ。会社の人に外泊があった時バレるなんて。別に親じゃないんだからさ、別に外泊したっていいじゃない。シモン自閉症の件を気に食って言ってましたよね。ちゃんとシモン教授と言いなさい。
組何の話なんですか何の話なの。携帯がまたなんか光ってたな。シモンの部屋から逃げるように飛び出した。3分もしないうち私はまた彼の部屋に戻ることになった。何をやってるんだこいつは。この表情割と好き。このなんかこう見透かすような。昨日シモンを尾行したのは夜があったからな。すっかりそれを忘れて。僕のサポートは必要ないんじゃなかった。あーめんどくせえ。私は恥ずかしさで消え入りそうな声でつぶやいた。シモンはいつものように静かに微笑んだもん。私を見つめている。ごめん、からかうのはやめよう。中で話を聞くよ。もっとストレートなものを用意してくれ。シモンがお茶を入れてきてくれた。私はソファに座ったまま全く動けずにいた。なるほど、君たちは自閉症に関する番組を作るんだね。自閉症ね、あんまよくわかんないや。なんかお子様の何人かに一人かぐらいは自閉症だったりするんだよね。何なのかよくわかんないんだけどさ、あんまり家から出てこれないみたいな感じなの。漢字をそのまま読むと。そのためかい。自閉症についてあんまり語られてないよな作中で。玄関のドアを開けたままチェーンもかけていなかったよね。やっぱり勘違いじゃない。あの夜私はドアを開けたまま寝てしまったのに、朝目覚めた時にちゃんときちんと閉まっていた。ありがとう、ドアを閉めてくれて。番組の件で僕に会う必要があったんだね。連絡せえ電話かなんかで。これからある場所に案内するよ。ほう、ある場所って？君たちの番組作りが順調に進む場所だ。ほう。どこに行くの？少し町から離れた場所だよ。俺の眉毛が行方不明だな。アザラシのね、この顔の右左かな。眉毛はね、すぐどっか行っちゃう。眉毛がどっか行っちゃう。眉毛遊びしてる場合じゃないんだよ。私たちは郊外にある児童養護施設の前で下車した。下車。施設の子供たちはシモンを見ると遠くから駆け寄ってきた。シモン兄ちゃん、前に来た時に話してくれたお話、続き早く教えて。シモン兄ちゃん、私ね、お兄ちゃんは絶対に今日来るって思ってたの。ガキが、ジャリガキどもが寄ってきてる。みんな、今日はお客さんを連れてきたから、お行儀よくするんだよ。あ、わかった。これ顔を横にすると勝手に眉毛が上の方に上がっていくんだ。正面だと別に気づかなかったんだけど、横を向いてるから、ほら。そういうことか。次回、自分で回答を見つけたな。シモン兄ちゃんの恋人だ。ガキどもが。あどけない子供たちの笑顔に私もつい笑みをこぼした。シモンを見ると視線が合ってしまった。あ、そんな感じの二人でもなさそうだかな。そんな感じでもなさそう。なんかね、シモンはね、なんか恋愛対象って感じじゃないよね。全然なんかそういう取っかかりがなさそうだよね。ウブな感じが全くない。もちろんです。ご安心ください。ご協力感謝いたします。感謝いたします。行き詰まっていた番組制作はシモンのおかげで一転して順調に進みそうな気配を見せた。自閉症の子供たちに会ってみるかい？ほう。いいの？ああ。行こう。ほう。そこ深掘りしてくれるの？私は施設長に別れをつけてシモンと自閉症児童施設の教室に入った。なんだろうこれは、算数の授業かな。教室にはとても静かで、子供たちはそれぞれ自分の世界に入り込んでいた。教室に入ると私は無意識に足音を忍ばせていた。こそ。すごく綺麗だね。めっちゃ引きこもり、引っ込み事案みたいな感じ。自閉症。大丈夫。彼は恥ずかしかっただけだよ。終わり。郊外の午後はとても静かで、風に揺れるクスノキの葉がざわめく音だけが聞こえている。
私は心地よい空気に包まれほっとくつろいでいた、うん、ここが気に入ったようだね。風がシモンの髪を揺らし、明るいブラウンの瞳がいつもより優しく見えた。確かにブラウンの瞳だ。うん、街からそんなに離れてないのにとても静かで落ち着き、気に入ったならこれからも来ればいい。まったりとしたストーリーが進んでますね。私も登録しようかな。どうかした？いや別に何も。星の絵、はあ、幻想的なのにリアルさもあって。自閉症患者のうちサバン症候群という芸術や学問など特定の分野に限って優れた能力を発揮する症状を持つ人がいる。へえ。あの子もその一人なんだよ。ほう。そうだね。ここは設立当初から自閉症の子供たちに専門的な教育を行っているんだ。さまざまな分野で活躍する子供を数多く輩出しているよ。まあ、自閉症イコール天才ってわけじゃないんだ。そういうふうなその一芸に長けてるってわけじゃないんだろうけど。ある自閉症の子供が素晴らしい音楽の素質を持っていた。そして、うん。いや、芸能界に進んだ。はあ。あ。そうそう。どうその人間の能力というのは奥が深い。信じがたい事柄は多いものだよ。自閉症の話でした。今回は自閉症の話をたっぷり聞いちゃった。ええにかな？あ、そんな感じでいいかな。ニュース速報。深夜の花屋に座る女性の謎に迫る。最近ネットユーザーの間である心霊現象が起きているという噂が流れていた。それによると深夜0時にある花屋の中に白衣の若い女性が静かに座っているという。記者の調査によってこの女性は花屋の店長だということが判明。女性店長は何かに本当に取り憑かれてしまったんだろうが、その後まさかの原因が発覚。昼間に来ていた客がイケメンすぎたため深夜0時までほけていたという。イケメンを好む気持ちは誰しもあるかもしれないが、その客は一体どれほどのイケメンだったのだろうか。シモンのことか。何なんだこれは。恋バナ廉価情報誌投げ。はい、タイムラインにも一応何か投稿しておこう。コメントをせえってことか。コメントをせえいうことかな。待って、他人の考えを過度に気にするよりも自分を高めることに時間と労力を使った方がいい。確かに、わかる。CEO の言う通り。腰巾着。階段を話していたんだけど、途中でやめられてしまった。これかな。怖すぎるんじゃないかな。レストランの飾り付けもハロウィンの儀式なのか。窓に描いたかぼちゃのランタンはすごくハロ。壁の蜘蛛の巣貼り付けるのにすごく時間。うちのレストランだもんこのくらいし。これでいいんじゃない。すごくハロウィンっぽいでしょ。あと一つ、ハロウィンのメイクは怖いというよりもなんか多いな。とコメント多いな。全部コメントつけていかんといかんか。なんだって、ハロウィンのメイクは怖いというより可愛い気がする。何の感情もなし。ガオー。今年のハロウィンライブ中継何すると思う。何するんだろう。これかな。お化け屋敷チャレンジかな。で、誰なんしょう。全く一切の説明もなく、なんかこうタイムラインにおるけど、子供か。誰なんだよこいつは。こいつは誰なんだよ。わからないことだらけだ。ということで、久しぶりでしたけども、久々でしたけども、ホイプロ実況でした。ちょっと気になることがいっぱいあるね。アプリでやってる人は、まあ今やってるイベントとかもぜひやってみてください。いろいろあるんだけど、いろいろやることがあって、
こうやって時々開いてやるぐらいじゃ全然追い切れねえや。まあ本編ストーリーをやっていくということね。この辺結構面白そうだけどね。うん。持っている人はやってください。ぜひインストールしてやってください。ということで、恋プロ実況でした。またね、また一週間後ぐらい、気持ち一週間ぐらい、もうちょっと忙しいんでね、できるかどうかわかんないですけど、一週間後ぐらいに上げれるつもりで上げていきます。ということで、ちょっと長くなりましたね。長くなってしまいましたけど、ここら辺にしておきましょう。恋プロ実況でした。ほんなまた。